はい、お疲れ様です。山です。オクトパストラベラー続けやっていきます。さあ、テリオンの話やっていくんですけど、酒場がね、こっちにあるんですよ。東地区の、ここですね。あ、うん、はい。トレサがいますね。トレサ最近使ってないなぁ。なんか申し訳ないですね。はい。前回までのあらすじ。はい。テリオンは旅に出た。レイバース家から奪われた家宝、三つの隆石。当主コーデリアから三つの隆石を取り戻してほしいという依頼をしぶしぶ引き受けて。うん。まあ、うん。いやいやですけどもね。レイバース家の屋敷での一瞬の油断により、魔力で縛られた不名誉の手枷。罪人の腕輪をつけられたテリオン。それを外すためにまずはこの町にあるという石流石を手に入れなくては、隠してノーブルコートにたどり着いたが、魔力なんだ。あー、まあそうだよね。さて、うん、学者、いや、確かオルリック。え、なんでも、ほう、バレてんじゃん。そうなんだ。なるほど。はい。ああ、情報を遮断してるつもりが、逆にね、目を引いちゃったっていうことですかね。ああ。はい。話はしていくべきかな？増えたね。入り口の人が増えましたね。で、そうだ、レベルを上げたんですよね。レベルというか、まあ、魔物をゲットしたんですよ。大羊。これを3体ゲットしまして、これで回復いけるかなと思って、まあ、この、テリオンのストーリーですね。の間はね、足りるかなということで。で、まあ、このメンツでやっていこうかと思いますね。やっぱサイラスね、いた方がいいんですよね。弱点がつけるんで。72%。嘘。全然盗めないんだけど。レベル上げたのにな、全然足んないか。しょうがないですね。あ、100% だ。はい。あ、BP 回復のザクロ。え？そんなんあったんだ。あ、ここら辺 SP とごっちゃにしましたね。BP 回復あったんだ。まあでもあんま持ってないから、なかなか使えないか。ボス戦とかでね、大事ですよね。はい。珍しいもの身につけたい。ねえねえ、うちの母ちゃん珍しいものに目がないんだ。そうなんだ。子供もなかなか難しいね。探らせてくれない。うん、ソウルナイフ、かっこいい。うん、子供からも盗んでいくと。いただいていくぜ。メモ帳を書いとったつもりが、もう中に何か書かれてるじゃないか。使用済み？はい。ローラの手帳。ん？ローラ？
ローラってね、いたんだよ。愛しのローラがどうのこうの言ってたんだよね、確か。オルベリクさんの厄介になってたね。村でいたんですよね。あ、これか。あー、いた。ローラという女性を探してるんですが、あー、3パーは無理ですね。ローバー倒せば、家に入れるんでしょ？ソウルナイフ。怖いね。意外と強いかもね。試合してみる？強っ。ダメだね。空き巣の被害に困っていたが、いいものを手に入れた。成し遂げたじいさん。なんそれ。老人でも扱える探求。不届き者を墓送りにする老人用の武器。まあ、引き絞る力がね、少なくて済むから、老人でも使えますと。はい。うん。バーラムとかいう変わり者の家がある。バーラム。ボロ。入れない。はい。さあ、一旦、アイテム買っとく？結構使ってんだよね、ほら。まあ、50個は持っとこうか。はい。で、1万溜まってるんで、なんか、装備買いたいですね。はいはい。よう。よう。このズボンいけてると思わない？自作したんだ。クオリークレストで買った全自の敷物で作ってみた。馬に踏まれても無傷だったよ。すげえ。すごいね。はい。じゃあ行きましょう。よし。どう攻める？テリオン。見せ物ではないけどね。ああ。側面から、どういうことでしょうね。まあ、情報で、見つけて、穴をつくということですよね。なあ。平民街。あ、今来たとこが平民街か。治安が悪いんだ。プレゼントだが、欲しいね。さて、なあ、
それが、すまんな。お？うん。よ。そうだな。実は、一緒に研究。ああ。うん。確かに。ああ。そうか。すまんな。おお、まずまずの情報ですね。で、バーラムは、で、この下っすよね。バーラム。すげえボロいけど。さて。あ、いたんだ。あんた。そうだ。あんた。おい、うん、さて、ほう。いいだろう。お、合言葉。なるほど。ただし、ああ、まあ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 。ああ？実験に必要なもの。ああ。うん。まあまあ、いいっすよ。わかった。
混じりっ気のない水がどうしても必要。もう砂漠の砂でろ過されたオアシスに湧く水を持ってきてほしい。砂漠遠いよね。いや、あ、砂漠から商人が来るから、あ、高いんだ。まあそこは何とかしろということでしょうね。わかった。さあ、一応道筋は見えましたけども、遠いね。まずは水。お？増えた。ねえねえ。あ、ね、珍しいものをこの商人から。おお。うん。うん。夢中になってる間に、膨らんだ財布。いいね。そういやさ、あ、そういやだけど、お金ないっつってるけど、俺換金アイテムとか結構持ってんだよね。それ売ればっていうのはもちろんあるんですけど、ここら辺ね。あー、一個は持っときたいんですよ、なんか。よくわかんないけどね。これ売ろうか。ガラクタの入った小袋と、寂しい財布。まあ、お金、あ、木の実はいいか。ほとんどお金にはなんないでしょうけどもね。あ、ここら辺増えてるね。配信増強。はい。SP 増強、あ、まだ残ってんだ。そうだ。もう使っとこうか。はい。属性防御は、オフィリアさんですね。はい。じゃ、これを、売ってみようか。いや、ほとんど金になんないな。まあ、寂しいからね。お？ガラクタの入った小袋。あー、これめっちゃ高いね。そっか。売れないんすよ。さあさあ！新品中。よし。お。テリオン。違和感すげえ感じるんだよな。このパーティーチャット間ではね、すげえ仲間の絆を感じるんですけど、そこまでに至るなんか、あれがあったかな、みたいな。なんか段階踏んで、過程をね、見てないから、ここまでなんかね、絆感じちゃってるのはね、不思議ですね。不思議で、なんか変な感じしますね。まあいいや。はい。盗めんの？これ。みんな見てるけど。80% か。ああ、セーブしてこよう。これが多分レベル、推奨レベルなんでしょうね。さあ、盗もう。何回でもやるよ。いけた。いけた。さあさあ！はい。まあ、何個もあるでしょうから、そのうちの1個ということですよね。あ、この人。試合ダメなんだ。あー、まあいいや。ん？中は綺麗ですね。はい。おい。ほう。
めんどくさ。あ？第一の試験。マイバーの被膜。ほう。ふん。わかった。ああ。まだあるんかいつって。盗む。あるんだ。どこだ？意外と、そんなになんか、ねえ、錆びれた街とは言わないけど、意外と揃ってんだね。お、壁。声いいね。声いいですね。盗むんだ。もう何も喋らずに。毎晩の被膜 65% か。これレベル上げた方がいいのかな。一旦セーブするわ。いけた。だんだん下がっていってるんで、次あたりきついかな。もう一個あればですけどもね。そうそう。よし。おっとっと。ずずしいね。おい。水晶鉱石。あ。やれやれ。はい。水晶鉱石。さすがに、あ、揃ってんだ。すごいね。毎度。鉱石屋さんっすね。はい。おお、3回目っすね。失敗した。おい。おっとっと。これ言わないパターンか、知らないパターンか。実は。あ、喋り出した。同じ学院で学んだ中でな。あー、そうなんだ。共同研究のために、そうか。一緒に研究頑張っていこうぜみたいな感じで始めたけど、石流石をゲットしちゃったために変わってしまったと。
そうそう。万物の真理。なるほど。ああ。これは。ああ。水晶の鍵。今作ってくれてたの？え、今までの材料集めがこれに繋がってんだ。作ってくれてたんだ。言わないから。そうだ。うん。あ、中の扉も鍵がかかってんだ。兄弟。そうか。よし。それでな。兄弟。ふん。うえ。そうか。おお。よし。そうだな。あれ、どうしたんでしょうね。だんだん仲が悪くなってたのかな。そこ学者つながりですね。デリオン君。
厳密にはね違うんですけど、違うって言いたいんでしょうけども、まあ変わり者には変わりないということですよね。さあ、あとはここにダンジョンというか、まあ館に入るだけですよね。そっか、他のメンバーと違って、男女潜ってみたいなことはないのかな？戦闘とか。まあ、意外とこの館広いのかもしれないですけどね。はい。ということで、じゃあ今回はこれで以上です。次回、この館で石流石を盗みましょうということで、ね、目を覚まさせてあげましょう。はい。ありがとうございました。